1日3本ぐらいずつでいいですか。あとこの町全部引っ越すってことが分かりました。それでやっていってます。皆さんのコメントのおかげで助かってますね。なんかここにコメントくれる人って他のゲームでまた関連はそんなに、今やってる俺の他のゲームで関連してないところがまた面白いところやなと僕は思ってます。はい、真面目な話でした。一番スポーツ選手の絵だ。なんでこんなみんな引っ越すことになったの。そういえばそういえばというか今気づいたんけど、全部同じ街の人なんやなって。ワールドっていう概念がなかった、あんまりここには。ベッドが嫌なのと昔のパソコン。あ、羊いる。羊ビンタしたらどうなるやろっていう、あれですねって言ってたやつかな、あの子が、ハンペンさんが。うわ、すっげえ、あれ持って帰るやつだよ羊。オッケー、あっち行ってて、とりあえず。これね、何回かやってるとこのアイテムがお題になってるっていうのが分かる なるんですよね。フラメンゴを、フラメンこうやったっけ、どっちやった、フラメンゴかな、水の中に入れてくださいとか、なんかそういう分かりやすくなって分かるよね。でけえトラックで来てるな今回。 OK、 あれなんか重く感じた今。このまま終わっちゃいますか。うわ、これ投げておいて車に当たったらどうなるかの検証もしてみたいと思います。まあ初見やからね。あとこれがここ通らないのはやっぱり、それはそうなんやな、それはそうか、そういうゲームやな。ほら1日3回やろ、やっぱり3ステージやろこれは。もうだいぶやってるかな、皆さんは。皆さんもこんな感じか、動き。俺だけが下手なんか、そこは分からないところがあれなんです。ドアむつ、これ。あれこれむずくない、ちょっと待って、これどうやってやるの、これ。こうやってやってこうか、なる。実生活でもなるやつや。あー、実生活でもなるやつ、ごめん。もう他のやる。羊のことはまだ分かってないですけど、あんなんさ、コンセント取れる概念ってさ、体験版であったっけ。これグッジョブからパクってない、あったんやったらグッジョブからパクってない。めちゃめちゃ感覚似てるんやけど、前も言ったかもしれない。でも体験場でなかった記憶やったでさ。うわー、すげえつれえやつや。あ、ガラスあるんか、そこに。でも一応、ドア壊しせんかな、これ。これ壊せんだよな、ドア。はあ、きつ、ここきついよ、ごめん。うわ、何が壊れた今。ここか、なんで戻ってきてんの、あれ。車に引かれたんかな、引いたで。検証せんときなかったぐらい。わ、これは通れんやつだや。ふうふ、気持ちいくはできてないぞ。あれ、もしかしてジャンプしたらジャンプもダメや。さて、最難関。オッケー。もうアクションゲームや、ここだけ。おお、いけそう。いけたー。微調整がさ、グッジョブの任天堂のプログラミングよりすごいと思うけど、やめて。あっか、あっか、そうなるんや、そうなるんや。グッジョブよりすげえわ、いろんな意味で。羊最後捕まえたいのに、早く。そうか、なるへそ。ちゃんとプップンのタイミングも、これちゃんとできてるよな、そこらへん。
わ、あそこにベッドも出せもせんの、出させなあかんようなしましまついてた。俺が出させる位置を作らなあかんしましまついてた。はあ、そうなるやん。そうですか。あかん。水通りなんだ。いいよね、通っても。通ってもいいよ、これ。ホリエンティーヌ。ホリエンティーヌからさっきさ、嫌なコメント来たんやけど。嫌なコメントじゃないけど、嬉しいんやけど、本当は。すげえ、踏み込んできてる。ね、最近。ありがとうございます。いいんですよ、それで。ありがたいです、こっちも。ちゃんとプーのクラクションのタイミングが好き。俺これ適当じゃない。あの一面初見で俺クリアできんかったんだっけ。クリアできんことはないんやけど、絶対どうっていうことだよね。これ一人金取れるか本当に。よし、ちょっとそろそろさ、親戚とかにさ手伝ってもらうほどゲームを覚えさせようかな俺とも思いました今。これを引かれたのはね、絶対皆さんね、コントローラー投げることになるかもしれないので、やめておいてあげてくださいね。気をつけてくださいねって。ここは本当に難しかったんで、通すのこれ最難関ですね。あれ難しくね、あれ難しくね。グリグリすれば大丈夫。ただジョイコンまた壊れるかもしれん、キャンプファイヤークックオフ以来。あと1個何、あ羊か。オッケー、羊1分30秒あれば捕まえられるやろ。初めての生き物やけど、すっげえ簡単に捕まえられた。かわいい、動物盛りやりたいのに。ありがとうございました。あれもう読まんくなってる俺。あれちょっと誰が見るのこの動画、すいませんね本当に。ありがとうね。なんかクリアしてるんじゃない。車に引かれるな、引かれるなぐらいクリアできるでしょ。トロフィーをむちゃくちゃにしろ。オイルを踏むな。へえ、1回でクリアできる3個やね、これは。ありがとうございました。